はいどうも、皆さんこんにちは、アキトです。微積分の第19回目で、今回単調性と逆関数ということで話をしていきたいと思います。ここ最近は関数の連続性に関して話を進めておりますが、それに関連して逆関数の連続性について話をしたいんですけど、その話をする前に準備として逆関数について少し見ておきたいので、今回は単調性と逆関数ということで話をしたいと思います。まずはこの単調性に関して、関数が単調増加であるとか単調減少であるとか、そういった単調性に関して見ていきたいんですけど、まずはその定義で、fx が広義、広い方の意味での単調増加であるよと、そのことの定義を見ていきたいと思います。fx が広義の単調増加であるよということの定義は、ざっくり言うと、大きいものを入れたら大きいものが出てくるよということなんですけど、x1 と x2 で、x2 の方が大きいよというふうにしましょうと。まあ、これ正確に言えば定義域内の x1、x2 で、x2 の方が大きいときに、代入した先の fx1 と fx2 でもそうですよと。まあ、正確に言うと、イコールも含めて fx2 の方が同じか大きくなるよと。こんな状況を満たすときに fx が広義単調増加というふうに言います。で、広義というふうに言っている以上、狭義の方もあるんですが、少し修正すれば済むので、下側に修正した形で書きたいと思うんですけど、fx が狭義の単調増加っていうのは、ここのイコールを許さず、fx2 の方が fx1 より大きくなるよと。大きいものを入れたら C に大きいものが出てくるよっていうのを狭義の方の単調増加というふうに定義したいと思います。で、単調減少の方はこちらも少し修正すれば済むのでちょっと青で書きたいと思うんですけど、単調減少の方は大きいのを入れたらちっちゃいのが出てくるよと。なのでこの逆向きで fx の方が小さくなる。まず広義の方は、広義の単調減少っていう方は fx の方が同じか小さくなるよと。で、狭義の単調減少っていうのが C に小さくなるよということで、こういうふうな形で単調性の定義をしておきたいと思います。で、こういうふうに式で与えるとちょっとイメージしづらいと思いますので、イメージとしてグラフを書いておきたいと思うんですが、まずは狭義の方の単調増加、ちょっと略して狭増というふうに書きますが、狭義の方の単調増加っていうのはどういうことかというと、まあ、どんどん大きくなるよということですので、まあ、こんな感じで増加しているよということなんですが、これを式で表したのはこうなります。x1 と x2 っていうものがあって、x1 と x2 というものがあって、大きいものを入れたときに大きいものが出てくるよと。fx1 と fx2 で、式で表すと、x の方が大きいときには出てくる fx の方が大きくなるよと。大きいものを入れたら大きいものが出てくるよということで、こういうふうな形で狭義の単調増加っていうのを定義するよと。じゃあ、広義の方と何が違うのかということで、広義の方の単調増加のイメージのグラフも書いておきたいと思うんですが、基本的には同じではあるんですが、広義の方は大きいものを入れても同じ場合も許すし、もしくは大きいよと。要するに下がることはないよということですので、基本的には上がり続けて、途中で止まってもいいよと。途中で止まってもいいんだけれども、下がることは絶対なく上がったりするよと。だからこんな感じで、x1、x2 で、途中で定数関数みたいなのが起きても大丈夫で、止まるかもしくは上がり続ける。下がることはないよっていうのが、この広義の単調増加というふうになります。なので、イメージとしてはこんな感じのグラフと。で、狭義の方の単調減少の方も同じではあるんですが、一応書いておくと、こちらはどんどん下がっていくよということですので、まず狭義だったら真に下がっていくよと。小さいものを入れたら、大きいものを入れたら小さいものが出てくる。小さいものを入れたら大きいものが出てくるよと。fx1 と fx2 というふうにあって、x2 の方が大きいんだったら、fx2 の方が小さくなるよと。大きいものを入れたら小さいのが出てくるよっていうのが狭義の単調減少と。で、広義の方は途中で止まるのも許すよと。狭義の方の単調減少っていうものは途中で止まるのも許すので、とりあえず上がることはないよと。途中で止まってもいいんですが、基本的には下がっていくよと。こういった時に広義の単調減少というふうに言うよと。イメージとしてはこんな感じのグラフを持つよということで、広義、狭義、単調増加、減少ということで、4通りの定義をここでしました。一応例を見ておきたいんですが、例えば関数 fx っていうのを x の次乗、定義域を x を0以上というふうにしたいと思うんですけど、これってものは狭義の方の単調増加になります。これは狭義の単調増加であるよということがわかります。まあ、グラフを書けばそれはそうなんですが、まあ、グラフが放物線になるよっていうのを認めてあげると、0以上のところで下凸の放物線 y イコール x 乗、x が0以上のところにおいてはこんな感じになっているんですが、ちゃんと定義はこれですので、これを満たすよということを確かめておきたいと思います。じゃあ x1 と x2 で
x2 の方が大きいよというふうにしましょう。0以上、まあ、今定義域が x0 以上なので、定義域内で x1 と x2 で x2 の方が大きいよと。この時に、じゃあ fx2 と fx1 の差を取ってみたいんですが、これ代入すると x2 の2乗マイナス x1 の2乗ですよと。これ因数分解できて、x2 たす x1、x2 マイナス x1 と。2乗引く2乗なので、和と差の積に分解されて、で、今、x1、x2 っていうものは0以上で、x1 が0の場合含むんですが、x2 っていうのは x1 より大きいので、x2 は0より大きいよと。だからここは絶対プラスで、で、x2 の方が大きいので、x2 引く x1 っていうのもプラスですよと。なので、fx2 引く fx1 っていうのは、プラスかけプラスなので、プラスですよと。よって、fx1 の方が fx2 より小さいと。fx2 引く fx1 が正ですので、fx2 の方が大きいですよと。大きいものを入れたら、イコールなしで真に大きいものが出てくるよということで、これで競技の方の単調増加であるよと。ちゃんと式として、ここに f の x1 と、ここに f の x2。まあ、イメージとしてこんなグラフになっているはずなんですが、それはちゃんと式としても確かめられて、大きいものを入れたら大きいのが出てくるよ。これで x 以上、x0 以上においては、競技の単調増加であるということを確かめることができました。はい、とりあえずこれが単調性の定義になります。じゃあ続いて逆関数についてで、続きのプロポーションなので、プロポーション16番ということで見ていきたいんですが、fx ってものが、競技の方、狭い意味の方の単調関数というふうにしたいと思います。fx が競技の単調関数と。まあ、単調関数というのは単調増加、もしくは単調減少、どっちかですよと。つまり fx が競技の単調増加であるか、競技の単調減少であるか、どっちかの時に、この時に何が言えるのかというと、逆関数について、逆関数 f インバースの x というものが存在するよと。まあ、こんなことが言えるので、これを表すのがプロポジション16番です。競技の単調増加、もしくは競技の単調減少の時に逆関数が存在するよと。まあ、正確に表現するんだとすると、fx の値域っていうものを定義域とするような逆関数っていうものが存在するよという意味ではあるんですが、こんなものが成り立ちます。で、このことの証明を見ていきたいと思うんですけど、これグラフを書くと割と当たり前なことを言っていて、例えば単調増加の方のグラフを書いてあげると、まあ、こんな感じで競技なので常に上がり続ける。止まることなく上がり続けるよっていうときに、この逆関数って何だったのかというと、何か y 座標の方が x となる瞬間を考えましょうねと。で、この時の、じゃあこの x 軸に降りてくる、その値を取るようなところっていうものを f インバースの x というふうにすると、関数が定まるよねと。もともと y イコール fx っていうのを考えた時に、じゃあ y の方に入力して出てくる x っていうのを出力というふうにしたものを逆関数というふうに言いましょうと。こういうのが f インバースがあるよというようなことで、まあ、単調増加の時にはこういうふうにぶつかったところを取ってきてあげれば出てくるので、まあ、逆関数が存在するよと。こういうことが言えるんですが、じゃあ逆関数が取れないよってどういう時かというと、例えば単調じゃないような瞬間、例えば上がったり下がったりするような、例えばこんな感じの、まあ、三次関数みたいな y イコール fx みたいな瞬間を考えてあげて、じゃあここら辺の x を取ってきたとすると、こうするとぶつかる瞬間っていうのが、この図だと3箇所登場してしまうんですが、こうなると、じゃあ逆関数 f インバースの x って、ここなのか、ここなのか、ここなのか、どれにしようかということで定まりません。関数っていうものは何か1個入れたら1個出てくるよってのを関数というふうに言いました。ただこの状況だと x というのを決めたときに3つ出てきてしまって1個に定まらないよと。こういうときには一般には関数というふうに言わず、まあ因関数というふうに言ったりはするんですが、普通の意味での関数とは言わないので、こういうときには f インバースっていうものがないよと。こういうふうな感じで山とか谷みたいなのがなってしまって、何か y を決めたときに、y 座標を決めたときに、そこの x っていうのは複数存在するときには逆関数が取れないよと。だから、競技の単調増加とか、競技の単調減少のときには逆関数が取れるよということで、まあ、この主張としては当たり前ではあるんですが、一応ちゃんと証明を見ておきたいと思います。じゃあ、どういうふうに証明するのかということなんですが、要するにこんなことが起きてないよってことを言えば OK です。じゃあ、どうすればいいのかというと、f の x1 と、じゃあ fx2 っていうのが仮に等しく、まあ、x だったというふうに、ま、しましょうと。イメージとしては、
横軸 X っていうのを取ってきてあげて、まあ、どっか X みたいな値を取った時に、仮に2箇所ぶつかる瞬間、ここでいういくつかぶつかっているんですが、仮に X1 という瞬間と X2 っていう瞬間があって、この2つとも Y 座標っていうものが X というふうになったというふうにしましょうと。まあ、実際にはこういうふうに複数取れないよってことを言いたいんですが、仮にこういうものが取れたというふうにしましょうねと。じゃあまず FX っていうものが競技の方の単調増加の瞬間っていうのを考えたいと思います。 FX が競技の単調増加、まあ、単調増加か単調減少かどちらかなので、じゃあこの時っていうのは、もし仮に X2 の方が大きいよというふうに、まあ、仮定しましょうと。こう仮定すると、今競技の単調増加というふうに言っているので、その定義から X2 の方が大きければ FX2 の方が真に大きいよと、まあ、競技なのでここイコールなしでこういうふうになるんですが、今どちらも XX というふうに言っているので、左辺が X で右辺っていうのも X が X より大きいよということで、これで矛盾が生じます。なのでよって X1 の方が X2 以上ですよと、まあ、配理法でこの仮定が誤りですよ。 X2 の方が大きいということはないので、X1 の方が同じかそれより大きいよということがわかります。で、同様に同じようにすると X1 小なり X2 というものが得られるよと。まあ、同様にというのは、もし仮にじゃあ X1 の方が大きいよというふうにすると、 FX1 っていうものが FX2 より大きいよと、すなわち X 大なり X で同じく矛盾が生じるので、まあ、今のを逆にしても同じく矛盾が生じるから、こっち側でもないよと、X1 が X2 以下ですよということが言えるよということなんですが、同様にして X1 が X2 以下ですよと。じゃあ X1 と X2 っていうものは、まあ、等しいしかないですよと。つまりこれ何が言えたのかというと、今 X っていうのを取ってきてあげて、その値を取るような X 座標 X1、X2、 FX1 と FX2 が共に X という値を取るんだというふうにすると、もうその2つは同じになるしかないよと。要するに複数になるってことはなくて、もし同じになるんだとすると X っていうのは重なってしまいますよ、要するに1個しか取れませんよということを言っているので、つまりなんか X の決めた時に出てくるのは1個しかありませんよと。まあ、専門的な用語を使ってあげると、この時に X1 と X2 が等しいよって時に F は単車であるよというふうに表現したりするんですが、今そのことを確認したわけです。で、それが言えて結局出てくるのは1個しかないよということが言えたので、よってじゃあ F インバースの X というものが存在するよと。1個入力したら1個出てくるので、ちゃんと逆関数っていうのは定まりますよと。で、同様に FX っていうものが、今 FX が競技単調増加の時を考えて F インバースが存在するよと。じゃあ競技単調減少の時も同様ですよと。 FX が競技の単調減少の時も、まあ、これは同様に、まあ、示せるよということで、ちょっとこれは省略したいと思うんですが、まあ、この場合においても逆関数が存在するということが言えるので、競技の単調増加もしくは競技の単調減少の時にちゃんと逆関数が存在するよというこの事実を証明することができました。まあ、図を書いてあげればすごく当たり前なことではあるんですが、一応ちゃんとこんな感じで証明ができますよと。じゃあこのことに関する例も一応挙げておきたいと思うんですが、じゃあ FX っていうのを X 乗で、先ほど見た例ではあるんですが X0 以上というふうに考えましょうと。先ほど見た通り、これっていうのは競技の単調増加であるよということを確認しました。一応イメージとしてグラフを書いてあげると、定義域はX が0以上の方なので、左側の方は点線になるんですが、Y イコール X 乗と。これに対し、じゃあ Y 座標に X という値を入力すると、ここに出てくるのはルート X というものが出てくるよと。これの時っていうのは、逆関数 F インバースの X っていうものはルート X ですよと。まあ、一応 X は0以上の範囲で、まあ、これ入力するのは、もともとの FX の地域の0以上のところではあるんですが、そこを入力する際には1個しか出てこないよということですので、まあ、それをルート X というふうに書きましょうねというのがこのルートの定義だったんですが、ちゃんと逆関数が存在するよということを確かめることができます。で、こういうふうな感じで定義域を制限しているんですが、もし実数全体を定義域にしてしまうと結局2つぶつかってしまうので、その際は逆関数っていうのが取れないんですが、2つの値が出てきてしまうんですが、0以上という範囲を考えることによって単調増加であるよと。で、単調増加なので逆関数が取れますよということで、このルート X というものを考えることができるわけです。はい。ということで、今回は微積分の第19回目で単調性と逆関数ということで話をしました。
次回最初に話した通り、この逆関数についての、じゃあ連続性に関して、元々の関数が連続だったら逆関数も連続ですよというような、そういった性質を証明していこうと思います。とりあえず今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。